今月3日、東京都内で元 J リーガーらが参加するウォーキングイベントが明治安田生命主催で開催されました。現在カタールで開催中の FIFA ワールドカップで日本代表がドイツとスペインに歴史的勝利を収め、ベスト16入りを果たしたことを受け、かつて日の丸を背負ったスター選手らが現在の日本代表にエールを送りました。いや、すごいなと思いました。ブラボーです。選手たちは多分本当にベスト8に行けるって信じながらプレーしました、はい、僕たちも信じましょう。そして応援しましょう。参加者の健康づくりを支援し、 J リーグとの絆を育む機会を提供することに加え、親を亡くした子どもたちの支援のためにチャリティー募金も開催された今回のイベント。ワールドカップがとっても盛り上がっている絶好のタイミングで開催できて本当に嬉しい幸せな瞬間です。開催のもとおよそ1500人が参加したということです。